あれこんなのついてたっけ、これピカピカチカチカ、あれクラウンは、ああ、そっかそっか、ちょっとやばいね、え、なんで、ああ、そっかそっか、いや、厳しいよ、多分上に行った後でいいよね、お願いします、ね、さすがにあれ以上は怖いね、ちょっとこれチカチカついてましたっけ、前からついてましたね、あ、ま、あ、つけてなかった、本当パターン変えられるんで、あ、そう、すげえ目立ってんだ、グリルは…あ、カンスレなんだ、え、何の色ですか、なんか車のあれ色ですか、メーカー自分で選んで、はい、お、原さん、お疲れ様です、今このあのグリルに惹かれて、あ、グリル、ええ、吸い寄せられてる。内装も同じような色でね、まとめて。じゃあ今度はあの髪の毛も同じようにする。
はい、じゃあちょっといいもうなんか鳴りましたけど、大丈夫ですか。自分で、全部やるんですか。あとだんだんと時間かかりますもんね。なんか色が統一されてますよね。いいじゃないですか。だんだん仕上げていくわね。汗になってもそこで何頭なんですよ。あ、はいはい、じゃあそれまでノーマル。あ、だいぶ様になったじゃないですか。いいっすよ。2.5 ですかこれ。2.5 バッチリですね。せっかくならあ、ワイルドスピードっぽいじゃないですか。この色見たことあるな、前。そう、あの、どっかの車で。ちょっとあの、今、先週乗ってる人で、やっぱ車内が同じような色してる方がいる。今日は来てないです。もうグリルにやっぱ光っちゃって、でかいと。よくあの、俺、ちっちゃい頃、また来てる。若い頃、彼女と行った、いやらしいところの部屋がこういるわけだ。これドア開けると。あ、ね、そういう部屋があるんですか。これ知らないですけど。いいじゃんこれ、チカチカしてて。リアはなんかやってるんですか。え、これ何のやつ。何の汎用品。最高だよ、絶対倒るんだよ。でもこういうエアロありますもんね。今流行ってる。あ、ここも塗っちゃうんだ。ね、もうこれで完成ですか。楽しみですね。あれ、群馬って。あ、近いんだよ。俺、大谷さんじゃねえから。たまにね、足を引っ付けてる。毎回何回やってるね。ちょこちょこ。そのうちやることになるんですけど。え？